わらび市は埼玉県の南東部に位置する市。人口は約7万5000人。全国の市の中で最も面積が狭く、区町村を含めても8番目に狭い。人口密度は全国の市町村で最も高いが、東京23区全体より高くはなく、市区町村では15番が目である。2000年代前半時には東京特部より高かった時期もあった。 地域のほぼ全域が市街地で主に住宅地からなるが、江戸時代にはわらび塾が置かれ中仙道の宿場町として非常に栄えていた。この地で1946年から開催されている青年祭が現在全国各地で行われている成人式の基礎になった。日本の市町村を五十音順に並べると順番が最後になる市町村である。 1954年7月31日までは、わらびおかむらが最後であった。埼玉県の中央地域と呼ばれる、県南東部京浜東北千円線地域の市の一つ。北を、埼玉市、西を、戸田市、東を、川口市に接する。市域は荒川定地に属し、平均海抜4.8メートル。おおむね平坦で、大きな山や川などはない。 土地利用は主に住宅地からなる。蕨駅は川口市に近接する市東部に存在し、この周辺が蕨市街である。蕨駅東口の繁華街は川口市域と一体化する形で市街地が形成されている。中仙道蕨宿、蕨という地名がいつ頃生じたのかは不明であるが、 文献上の書出は1352年8月17日付のガウアヤ文献で、わらび号上下と記されている。わらび市役所付近には、古来の日本住宅など、多く残されており、旧中山道沿いに栄えた当時を忍ばせる建物も多い。第二次世界大戦後は、中小の工場が立ち並び繁栄した。一方で、工場の廃園などによる、大気汚染も、 深刻化し、1970年には日本中鉄管の工場の排気装置が故障、そのまま工場を稼働し続けたた,ため住民に約100人が喉の痛みを訴えるなどの被害も出た。2000年代に入ると市内にクルド人のコミュニティが生まれ、川口市とともに数百人規模となった。背景には以前から工場などに勤める。 外国人労働者が多い土地柄で、外国人への偏見が他地区に比べると少ないという土地柄があったことも一つと見られている。1889年に、わらび町として発足して以来、一度も市町村合併を経験していない。同じ中仙道沿いの都市である、浦和市などとの合併構想が、たびたび浮上していたものの実現していなかった。平成の大合併では、 川口市、旧、鳩谷市との新設合併協議が実施され、新市庁舎の位置や合併予定期日も決定していた。しかし、川口市が合併協議会で可決された、武南市の使命に反発し、法定合併協議会から離脱協議会は解散した。わらびという名前は、歴史が古く地名の由来は文献にも残されていないが、 諸説伝わっているうちの主に二つの説が有力とされている。わらび市では全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施以前は下記のような町、大技があった。大技和らび及び大技塚かこは範囲が広いため通称の町名を使用していた。現在も町改名、バス停名に残るものもある。 その他町名には残っていないものもあるが、以下の工作地名があった。わらび市立病院郵便番号は、市内全域が335から 00XX である。市東部を京浜東北線が北西から南東に斜めに縦断。市西部では国道17号が線路の 1km ほど西方を並行して走っている。また、 コンパクトシティわらびを将来ビジョンとしており、市の面積が小さいことから、病院、公園、図書館、公民館等への市内各地からのアクセスが非常に良好である。ほとんどの生活に必要な施設へは、徒歩で向かうことができる。市内を、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインが、京浜東北線と並行して走っているが、駅はない。地域によっては、 川口市の西川口駅や戸田市の最強線戸田駅、北戸田駅が最寄り駅となる。タクシーの営業区域は県南中央交通圏で川口市、埼玉市、河野寿市、上尾市、戸田市などと同じエリアとなっている。シティタワーわらび主な商業施設金融機関本社を置く企業構想建築物など わらび駅西口再開発事業は2025年完成予定。川鍋共済記念美術館、その他は、わらび市指定文化財一覧を参照。和、楽備内神社例大祭、2006年10月15日の祭りの風景。ありがとうございます。